トンネルダイオードを表すカイロ記号トンネルダイオード、またはエザキダイオードは量子トンネル効果を使った半導体によるダイオードの一種で高速動作を特徴としマイクロ波レベルの高周波回路でよく使われている。1957年8月、東京通信工業のエザキレオナと助手の黒瀬ゆり子が発明した。エザキはこの半導体内のトンネル効果の発見により、 1973年のノーベル物理学賞を関連分野の2名と共に受賞している。1960年11月10日、ソニーは特許を取得した。ヘテロ接合における3種類のバンドアラインメント。図中右がタイプ3である。トンネルダイオードは数十ナノメートルの幅で高濃度にドープされた PN 接合を持つ。高濃度のドープにより大きく。 バンド端がずれ、バンドアライメントはタイプ3になる。すなわち、N 型半導体側の電動体と P 型半導体側の値電子体とがエネルギー的に若干の重なりを持つようになる。ソニーは1957年からトンネルダイオードの生産を開始し、ゼネラルエレクトリックなどの企業が1960年頃からそれに追随、今も少量ながら生産が続いている。 通常ゲルマニウムで作られるが、ヒカガリウムやシリコンでも製造可能である。発信回路、増幅回路、周波数コンバータ、検波回路などで使われている。論理素子への応用として、古藤 A1 による五島ペアがある。順ア安動作では、電圧を高くし始めると、非常に狭い PN 接合の障壁で、N 型半導体側の電子と、 p 型半導体側の成功が整列することで、電子がトンネルを通り抜ける現象が発生する。さらに電圧を高くすると、整列状態が乱れてくるため電流は小さくなっていく。電圧を上げると電流が小さくなる。この状態を不正抵抗と呼ぶ。さらに電圧を高くすると、通常のダイオードと同じく、pn 接合を通して電子が移動するようになり、 トンネル効果は失われる。トンネルダイオードで最も重要なのは、不正抵抗を示す、電圧領域である。逆方向に電圧をかけると、オフセット電圧がゼロで極端な線形性を示す、高速な整流器として機能する。逆バイアスでは、正確な事情特性を示す。PN 接合で P 側が電子で満たされ N 側が、成功が並ぶ状態となり、 トンネル効果が逆方向に働く。これを、ゼナー効果と呼び、ゼナーダイオードでも発生する。トンネルダイオードの大まかなシックス曲線、不正抵抗領域を示している。普通のダイオードでは、純バイアスでは電流が流れ、逆バイアスでは流れない。しかし、逆方向幸福電圧を超えると電流が流れ始める。 トンネルダイオードでは逆方向降伏電圧がゼロとなるまで P 層と N 層の同パント濃度を高め逆方向では常に導電性を示すようになっている。しかし純バイアスではトンネル効果という現象が起き電圧を高くすると電流が小さくなるという電圧範囲が存在するようになる。この不正抵抗領域を利用して四極真空管ダイナトロンを使った 発信回路の半導体版を実現できる。トンネルダイオードは4極化より、はるかに高い周波数でも動作できるため、マイクロ波帯で動作する発信回路やトリガー回路に使われた。用途としては、UHF テレビチューナーの極部発信機、オシロスコープのトリガー回路、高速カウンタ回路、立ち上がり時間が非常に高速なパルス、発信回路などがある。また、 閉雑音マイクロ波増幅回路にも使える。しかしその後、より一般的な発信回路に使える半導体素子が開発され、トンネルダイオードの性能を上回るようになっていった。多くの用途で3端子の電解効果トランジスタの方が2端子の素子よりも柔軟性がある。実用的なトンネルダイオードは、数ミリアンペアと1ボルト未満の低出力でしか動作できない。 ガンダイオードも高周波で動作できるという点は同じだがもっと高出力が可能である。トンネルダイオードは他のダイオードに比べて放射線に耐性がある。そのため宇宙用など放射線にさらされる環境でよく使われている。トンネルダイオードの応用が広がらなかったことについて本命と考えられたギャス、トンネルダイオードの劣化が激しかったと書いている文献がある。 一方で、江崎らがネイチャー氏に発表した論文では、保存していた50年前の素子を簡単に試験して満足な結果が得られたとしている。また、半導体素子は一般に極めて安定しているとし、室温に保たれた場合の寿命はほぼ無限だとしている。報道されたコメントでは、非常に微細な構造が重要な役割を果たすため、経年による劣化に興味があったという。 共鳴トンネルダイオードは単体で直接テラヘルツ波を発生する半導体素子の一つで近年活発に研究が行われる。これまでテラヘルツ波の発信に用いられてきたフェムト秒レーザーと光電動アンテナや非線形材料による時間領域分光システムや固体レーザー冷気によるパラメトリック発信機、ガスレーザー、電子管、半導体素子などは発生周波数、 出力と効率、動作温度、スペクトルやコヒーレンスの特性、波長可変などの機能、コンパクトさ、取り扱いやすさなどで一長一短だった。RTD はその電流電圧特性においてある、インカ電圧の範囲で不正抵抗を示し、この時に単一周波数にて、テラヘルツ波を CW 発信する。電子の遅延時間を短縮する構造により、 現在までに 1.242THZ の室温発信が得られており、アンテナ構造の考安や例による高出力化も行われている。ありがとうございます。